ヤレンズです。はい、お願いします。はい、本日の企画は、ね、はい、こちらでございます。うん、相方のここがすごーい。はい、アドーってなんだろう、うっせぇわな。うっせぇわ、アドーだったら勘弁してくれよ、始められよ。アドーって、うっせぇわになるんですもん。言ってないでしょ、あん、ちゃんと言ってますから。もう何言って、アドー、あーっ、うっせぇわです、ほんとに。うっせぇわ、健康です。健康です。うっせぇわな、その歌詞あんま引用しないです。健康です、あなたが思うよりね。健康です、健康、はい、いや、あれ健康を報告する歌じゃないです。健康です、うっせぇわって。はい、違いますよ、うん、何。でもこのチャンネルご覧の皆様は、うん、多分ヤーレンズが各々どういう人物なのかちょっと気になってると思うんです。あ、そうなんですか。まあ、まあありがたいことにね、うん、M1 グランプリとかでちょっと注目度も上がってると思うので、うん、紹介がてら、うん、相方の、いいところを褒めて、なるほど、まあ、お互い気分よくね、うん、動画を撮ろうというのがこの企画でございます、うん。はい、今後のモチションアップにもね、つながるってことね。何ですか、モチションアップにもつながるってことね。モチションっていうのは何ですか。モチベーションです。モチベでいいです、じゃあ。はい、何ですか、モチション。モチションアップで、うん、ね、モチにションベンかけてるのかと思いましたよ、それは。モチにションベンかけたとしたら何が悪いんだよ。悪いだろ、食べ物にションベンかけてたら。確かに、ね、悪いです。よくないです、うん。じゃあ早速、どっちがどっちを褒める、はい、これは、ね。でもまあ、俺なんか褒めるとこしかないだろ。ニヤニヤ、それはいっぱいあるだろ。ニヤニヤしながら言うな。有利だな、大沢。あなたの方。大沢有利の話しないよ、UUY と。何、大沢有利の。な、有利って言ったら大沢有利でしょ。そんなことないし、有利アルバチャコフとかいるでしょ。いない。知らない、うん、知らない、そんな人は。ボクシングの知らない、うん、何でもかんでも言っていいと思うよね。こっちのセリフだよ、それは。何でもかんでも、 あ、じゃあごめんなさい。こいつ、いや、あなたのセリフだでしょ。はい、じゃあごめんなさい。じゃあごめんなさい、つゆ知らず、そんなことと。いや、褒めてもらいます。相方のここはすごい。何が、じゃあ俺から言おうか。じゃああなたのここはすごいってとこ、うん、何の方がいい、うん、どっちする。いや、褒めてじゃあまず褒めるとこでしょ。どうしたの急に。いや、書こうかなと。あ、そうなの、うん、うん。だからこう、奈良原ね、こっち奈良原ね、うん、はい、奈良原、うん、少年漫画を読んでるってことですね、やっぱり。なんだそれ、少年漫画を読んでる。なんだそれ。え、いや、よく読んでるじゃん、少年漫画を。いや、でもこれはよくない、これ消そう。なんで、少年漫画読んでないもん俺。読んでるじゃん。読んでない、俺ジャンプ読んでないよ、だって俺。ああ、いや、だからジャンプとかその雑誌は分かんないけど、うん、やっぱワンピースを読んでるじゃん。ワンピースは読んでる。読んでるじゃん、うん、ハンターハンターとか。ハンターでも読んでる。よく出てくるじゃん、例えに、うん、うん。ただその少年漫画読んでるって言ったら、お、そのさ、ジャンプとかさ、うん、マガジンとかサンデーとか、こうちゃんと買ってる人のイメージに使うでしょ。いや、そんなこと、俺はそれ買ってないから。俺買ってない、ガンガンだけだから俺は。ガンガン買ってたの、うん。月刊少年ガンガンしか買ってないから。珍しい、月刊して言うと。ガンガンだけ買ってたの。ガンガンだけ買ってた。いや、意外とだから読んでるなっていうところが、まあいいかなっていうところです。あ、そう、うんうん。よく出てきますよ、もう喋ってる。ハンターハンターだ、ハンターハンター例え多いもんね。まあハンターハンターね、ハンターハンターばっかりですもんね、本当にね。まあまあまあ、ね、読んでるよく、うん、読んでる。俺じゃなきゃ見逃してるからね。うわ、ハンターハンターだったら。もういいよそれな。よく出るけど、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。なんだこれってあとな。え、うん、俺は今どうなってるんだってやつな。そこはピックアップしないだろ。その年魚に壊れた、俺じゃなきゃ見逃しちゃうようなやつのラストだろ。そうそうそう、うん、の最後に年魚に壊れて、年魚に壊れて、年魚に壊れて、うん、黄砂に抱かれてみたいに言っちゃってね、ごめんなさい。言ってないよ別に。ごめんなさい、工藤静香っぽく言ってないから。工藤静香っぽ、うん、はい、なんかあるんですか、あなたは。ない。え、うん、褒めるとこだからね。褒めるとこ、うん、で、うん、はい、何ですか。名前に個性がある。なんだお前、すごい。デイ、デイ順之助でしょ。デイ順之助です。これはすごいことだよ、やっぱ。ね、デイと順之助っていうのもすごいいいと思う。あ、まあ、やっぱ俺、奈良原は変わってるけど、まさき普通だもん。ああ、まさきは確かに、ね。デイも順之助も今まで会ったことないもん、俺。まさき結構いるもん、ね。まさきは結構いる。神田まさき。芸能界にも結構いるわけでしょ。そうそうそう。だからこの神田まさき、京本まさきでしょ。で、奈良原まさき。うん、うん、これは日本三大まさきって言われてるから。言われてねえよ。日本三大まさき。相葉とか須田どこ行ったんだよ。相葉とか須田はまだ入ってない。頑張ってほしい、ね、うん。もうちょっと頑張ってほしい。神田まさき、京本まさき、奈良原まさき。うん。やっぱそれぞれもう格が違うからね、やっぱ。うん、いやいやいや、相葉まさきがすごいでしょ、そんなこと。相葉まさきはまだ
だって M1 準優勝してないし、ね、M1 準優勝っていう肩書きがあるから神田正輝もしてないだろう。しかもほぼ優勝って、いやさ神田正輝さんと京本正輝さん長いから、長いから、そうそうそう、キャリア的に言ったら年功序列じゃない、キャリア的に言ったら、そうそう、キャリア的に言ったら相葉さんの方が多分先輩だけど、そうちょっと年上、うん、でもまあそのぐらいの誤差だからね、うん、あと誰か正輝いたけどな、いろいろ いるはずだけど、岡田正輝くんでしょ、岡田正輝、おーやば、岡田正輝くん、岡田将生くんはヤーレンズ面白いって言ってたから、ね、あ、本当。そう。嬉しいね。ありがとうございます。あとあれもいるじゃない、井下将生もいるじゃない。いねえよそんなやつも。井下義信の、もういない。残念ながらもういない。確かに今は井下大活躍だもん、うん。もういない。そうだ。忘れてた。はい、だから名前個性、これはいいと思う、すごく。なんだそれ。すごくいいと思う。だっていた。でいていた近所に。いない。いないでしょ。淳之介は、うん。いない。いないでしょ。ほら。淳之介なんてほらもうあの、うん、ジェット謝罪でおなじみのさ、田口淳之介しかいない。あんま言うなよ、ジェット謝罪で。なあ。ジェッシャ。ジェッシャな。うん。ジェット、ジェッポンの社長。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 何ジェッポンの。ジェッポンの社長。日社ね。日本の社長が日社だから、ジェット謝罪のことジェッシャって略して。ジェッポンの社長。ジェッポンの社長。うん、であとジェット土下座ね、あの人は。あ、ジェット？ジェット下。あ、ジェット下。ジェット謝罪はあの人よ。うん、何？高畑さんか。高畑さんね。高畑さんがジェット謝罪。あ、なるほど。あれがジェット謝罪。謝罪者！っていうのがこれ、うん。なるほど。高畑さん。うん。高畑裕太容疑者。ジェット。謝罪、うん！がジェット謝罪。田口淳之介はシュッ。シュッだ。めり込んだもん。めり込んだ。あと残ってるらしいから、ね、あと残ってます、あの警察署の前な、まだあの形に、あの形に残ってるってらしいもんなっていう、だから多分淳之介さんしかいないから、今 TikTok でヌルヌル踊ってますから、ヌルヌル踊ってるのヌルヌル踊ってます、うん、ね、だからそれも変わってるからね、これはいいと思う、胸を張って生きていけばいいと思う、なんだそれ、今後かないんか、今後、うん、今後、うん、共和国みたいに嫌がって、うん、今後共和国みたいに嫌がって、大声で言わなくても今日はマイクがあるからね、こいつ気にしろ、そういう、もう一個、はい、なんかまだまだあるもん、まだまだあるよ、俺なんかまだまだある、うん、はい、やっぱり奈良さんのいいとこここですね、はい、T ポイントが2万ポイント溜まってるってところですねT ポイントが2万ポイント溜まってる何がすごいいいことじゃん、じゃあいいこと、いいこと、 T ポイントが2万ポイント2万ポイント溜まってるといいとこですね、いやそれはちょっと違う、じゃあちょっと消さなきゃいけない、何それ事実と、事実無根、事実無根、うん、事実無根だから、うん、そんな、いやじゃあ見せてよ、じゃあ T ポイント、事実無根だから T ポイントじゃあ見せてよ、 T ポイント、2万ポイントモバイルに登録してるわけ、2万ポイントも溜まってない、それは嘘T ポイント2万ポイントも溜まってない、さすがに、さすがに、そう、さすがに T ポイントでちょっと溜まってほら明日切るのに使ったりする、全然違います、すいません、17,557 ポイントですそれ見せていいの、見せていいでしょ、多分2万でいいじゃん、だからダメです、その文句くるから、その2万でいいじゃん、577ポイントね、これでもすごいですね、だから1万7000分使えるってこと、うん、うん、置く音すなこいつ見ましたか、これ泥棒ですよ、本当にただのペイペイを使って送金しようとしましたよ、自分の泥棒ですよ、これ怖いわ、これ絶対にカットしないでください、ここは泥棒の瞬間、怖いわ、泥棒したってことはお前嘘つきの始まりだからな、逆だよ、嘘つきだから泥棒の始まり、嘘つきが始まりましたよ、こいつ怖いわ、嘘つきそうだな、今後も怖いですよ、嘘ついたら今後泥棒しそうなんです、うん、嘘つきは泥棒の始まり、逆ですか、逆ですよ、それ逆、うん、じゃあ1万7000だったってこと、1万7000、何それ溜め込んでる、何が使う機会がないじゃない、 T ポイント溜め込みですもんね、 T ポイントなんて、うん、え使う機会がないから T ポイントだって、いや使うでしょ別に、使わないですよ、使わないです、別に985円とかなった時に、うん、85円切ったりとかさ、うん、するのに使ったりしないの、別にしない、うん、いつから溜め込んでるのこれ、持ってる時からだよ、だからね、なるほどね、登録した時に3000ポイントもらってそっからだよねそっからちまちまだよね、いやそう、うん、まあ、出してないよ、でもわざわざ T ポイントつけますかって言われても、もう、うん、もうお札が増えることはない、あ、出してもないんだ、もう出してもない、もはや出してもない、どっかで使いますね、うん、今度じゃあ企画やろうよ、その T ポイント17,577 使おうっていうな、うん、T ポイントみんなに使おうっていう企画やります、すぐ使えろ、1万7000ぐらい、なんかそのわざわざ企画にしなくても、そういうこと、うん、すぐ使えちゃう、使えます、使えますからね、うん、じゃあ他褒めるとこあります、うん、もうそろそろない、あるだろ、もうこんなに書いたらないよ、そんな、こんな東大随一のツッコミを捕まえて捕まるな、そんな簡単に、はい、
大きい何が何が大きい大きくなった最近最近大きくなった大きくなったなんかよく言われる、うん、俺はなんかどんどん日に日に痩せてってるみたいな、うん、ああそうなんだあなたどんどん大きくなってるからそれは羨ましいんじゃないそれは大きくなってる大きくなってる、うん、体が体が、うん、太ってるっていうかあ太ってるのか大きくなってるのかうん、まあそれは多分筋肥大だろうね。筋肥大してるんだと思う。そう太ってるだから点を書かずにね。うんうん、ああ大きい大きい、うん、大きい最近。まあ、無駄に、まあ、それは大きいよね俺はね、うん。無駄に鍛えてる、うんうん。なんで鍛えてるのかちょっとよくわからない。うん、まあ、わかんないというかもう鍛わっていくよねどんどんね俺ぐらいになってくる。鍛わるってなそのせいで本当最近もう屁ばっかりこいてるじゃんあなた。え？なんかタンパク質取ってるかなんか知らないけど屁ばっかりこいて。勘弁してくれ本当に。屁ばっかりこいて口だけにしてくれ臭いのは歯歯じゃないマジで屁も口もあなたもですからねいやこきまくりの草まくりでそれはもうこれ本当それはもう本当この人の口の、ね、いやもう勘弁してください今日も本当にもう臭かったマジでこいつ本当マジでそうですよいやこいつマジで俺の屁はね勘弁してください俺の屁は匂わないほとんど俺の屁は匂わないリセッシュ言えばリセッシュ言えばもう言えばって何ですかクレバみたいに言いやがって言えばいいのに、うん、あなたが言えばいいのにって何ですか勘弁してくれもうマジで言ったもん勝ちでしんないこうするのはもうそれはいやそれはいやそれは本当に臭いあなたは本当に屁もむちゃくちゃタバコをやめて、うん、匂いがマシになるかと思ったらとんでもないよみんな持って生まれたもの考えられないいやマジでこれ臭いいやもう俺も漫才しててこいつもうわもうこいついやマジで何をしてんねんこいつ違うもうこの人が自分のそれ息自分の息が跳ね返ってるだけ自分の息が跳ね返ってるだけそう俺壁全然逆ですマジで臭い本当にこの人マジでやばいですもうマジで本当にあなたこそ人のことあなたこそ自分の鼻ですじゃあ鼻自分の鼻が腐ってますもうそんなわけない考えられません、うん、マジで俺なんか鼻なんか年中通ってるからマジで臭い本当にマジで勘弁してくれもう筋トレするのはいいんです別にいいよ大きくなるのはね大きくなることはいいんだけどいや大きいのはしょうがない大きくなるのはいいんだけどとどまることを知らないからトゥモローネバーノーズか俺の大きさは本当に俺でもそんなに大きくないじゃんって思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、全然そんなことないそれはもうあなた方にどうこう言われる筋合いはないです、うん、こちら側の筋肉辞任がもはやマッチョなんで、うん、タンパク質の取りすぎが私はちょっと迷惑してるお臭いまあまあ分かんないですけど、うん、タンパク質を取りすぎて、うん、タンパク質臭がしてるってこと、ね、そうタンパク質臭い、うん、でもまあまあ大きくなってる褒めろよで褒めて大きいの褒めてるだろう大きくなったなって大きくなったねもうそれは大きいですけどね、うん、まあいいですけど、うん、なんかじゃあ俺も書いた方がいいのか、うんうん、いちいち各自してあーおちゃん大きい大きい当たる当たるな大きいな当たった気づいてないのおかしいだろ当たったことに怖いあー怖いでかいやっぱ3つの声ですね何ですか、はい、はい。デイに憧れてるっていう何憧れ何やっぱ憧れてますもんねもう勘弁してください僕やっぱコーヒー好きなんですけどやっぱり僕に憧れてコーヒーも飲み出しましたしやっぱね、なんかインスタとかも僕に憧れてやっぱコーヒーの写真を載せるようになりました僕はもともとコーヒー好きなんですけど、うん、もう憧れがすごいんですよね、本当にで僕が使ってる LINE スタンプとかも、うん、もうえ、それいいな、うん、とか言ってこう使い出しますし、課金してねやっぱもう憧れがすごい、僕に対するそれは羨ましい、逆に俺も憧れの人と漫才したいもん、やっぱりいいなと思って終わった終わったもん終わった本当につまんないことずっと言ってるけどそうよくつまんないことずっと言ってるけどすごいことだよあ幸せでしょ憧れの人と漫才できてもうなぁよかったなもう頭の中に羨ましいわ頭の中ハッピーハッピーやなあなたなハッピーハッピーよかったよなぜコアラさんに本当頭の中ハッピーハッピーだなハッピーハッピーじゃない本当にもうなんかその、お猿さん？その考えが素晴らしいと思う、もうポジティブシンキングポジティブシンキングでなんかもう全部そういう風になってるっていういやいや、うん、やっぱ憧れてるじゃん、ずっと憧れなんかないよ、こんな俺のライフスタイルとかに憧れてるわけじゃんこんですね、憧れない、本当に勘弁してください、本当だって元々、だって缶コーヒーも飲めなかった人間がやっぱり僕に影響されて、うん、コーヒーも飲み始めてますし、うん、で、なんかこう
ご飯とかね、こうなんかこだわったりしたらいいんじゃないかっていうのはね、やっぱパンとかな、お取り寄せで食べ出してるし、もうむちゃくちゃじゃん、それはもうね、むちゃくちゃ羨ましいですよ、それはもう、ね、本当に、うん、なん自転車も俺が乗ってたら乗り出すし、そのなんかもう羨ましい本当になんかこうそんなに俺を人生の指針にして大丈夫かっていうところはあるよね、そのもう言うて、もう好きに言うて、ね、好きに言ってたらいい、本当にもう幸せだ、いいね本当に。だから逆にそういうものを、いや逆にいいね、もう何でもさ、そうやってさ、こう自分のこう都合のいいように解釈して、こう落とし込んで、幸せだな、ノンストレスだと思う、あなた本当生きててストレスがなさそう、なんかもう いやいいよね、羨ましい、すごい本当羨ましい、短絡的で、短絡的、非常に短絡的、短絡的とかいう言葉もさ、俺が言ってたから使ってる、俺が言ってたから使ってるでしょ、憧れて、本当に、うん、そういうことでしょ、よかったな、うん、羨ましい、メガネはどう、俺がかけてるからってことでしょ、よかったな、いや、ほんと羨ましい、俺も憧れの人、そんな漫才したいわ、 M1 出たいわ、憧れの人、よかったな、本当な、な、本当に、うん、全然違う、憧れてるだけでマウント取れると思ってるところがもう可愛い可愛い逆に、いや可愛いは可愛いんだけど、可愛いは本当になるほどな、そこがな、やっぱりな、ここすごいところで言うと、うん、俺もだから羨ましい、本当マジで楽しいだろ毎日そのだってさ、何が、仕事に行ったら憧れてよくそんなこと言える、自分のことずっとな、憧れる憧れる、憧れるか、仕事に行ったら、仕事に行ったら憧れる、憧れるわけねえだろ、人に会えるわけだろと、何がすぐに、羨ましいよ、こんな何にも憧れない、本当にありますか、なんか、じゃもうそうですね、じゃあ書いてあげましょう、憧れのね人物に対して、はい、こいつね、早い、もう早いだけ、もう少し早い、早い、全部早い、やっぱこうね、頭の回転も早いですから、ちゃんと褒める、頭の回転早い、ね、早いですごくもうパパって言ってね、うん、まあまあまあそうですね、まあ私が鍛えたおかげなんですけども、これね、はよくみんな言うんですけどね、なんかねエゴさしたらまあ出てくるんですけども、うん、なんかこうデイさんはすごいっていうね、うん、こう奈良さんが言ったことに対して返してて、うん、これでも本当にね、まあまあお好み言っちゃうのも申し訳ないですけども、この早く出そうの方が偉いですからね、これねまあ早いのはそうなんですけども、より早い男がやっぱ右にいることによってね、うん、いやだからそれもあれ、それがもう鍛えられてるっていうところがやっぱ、違う違う違う、あだからよく育ったなって思います、本当に、なんか、あなんかよく言われてるけど、なんかあちゃんと育った甲斐があったなっていう、俺が早いから早い俺に憧れて、うん、お前も早くなっ全然全然それだけでマウント取れない、相乗効果で速くなってるって、ね、それだけでマウント取れない、最初何にも出てこなかったのをやっぱこう私みたいなこの強力ギブスがね、やっぱりちゃんと育ったことによってこうちゃんと返せるようになった、水泳選手とかもだから本来やっぱ横で泳ぐ人がいないとこれ1タイム出ないらしいですからね、これゼロ一番速いですから、これ俺が速い、一番速い僕に憧れて速いっていうのが間違ってるんだけど、こっちがやっぱりねベラ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 、もうここ出ないっていうの、そこで本当にベラベラベってね、そんな妖怪人間がいっぱいいるんじゃないんだからぐらいのこと言ってほしかったんですけどね、ベムもベロね、そういうこと言ったらベムもね、そのベロもどこ行ったんだとこっちも言いますからね、このなかなか出てこない、でも仕方ない、それはね、こっちもツッコミ担当ですからこっちが作り出したものに反応してるだけなんでね、やっぱね、それがすごいと思いますけど、ね、反応できるなんて当たり前ですから、なんか言えばいいですけどね、このゼロから言葉を作り出すことがどれだけ大事か、まあまあそれはいいですよっていう部分をね、まあ、だから僕に憧れてっていうのが生み出してると思います、なかなかついてきてないなと思いますね、本当にね、うん、だからこのぐらいのスピード、ね、しかもね、何がすごいってね、これからもやっぱ憧れの僕、うるさいな、このぐらいのスピードずっと話し続けられるっていうのがね、これがすごい、本当にうるさいっつって、話のスピードも速いし、頭の回転も速いから、続々ともう滝のように出てくる、ナイアガラ、もしくはビクトリア、すごいですね、どこでもいいよ、滝の名前はどこでもいいよ、別に、うん、ビクトリア女王っていうのがね、昔イギリスにいましたね、これね、だからなんなん、はい、こういうのも全部言えるから、あと速い、もう本当に早い、うん、そういう意味では速い、なるほどね、そう、やっぱ、うん、お金なくなるのも早いしな。お金なくなるのも早い。うん、で文句にも早いし。お金なくなるの最近ずっと文句言ってね。マジで。今一番お金ない。お金ないのはこの人が使ってるからね。なんかもうあたかもなんか自分のなんか周りの環境が悪いみたいなところを言ってくるところがもう本当に育ちが悪い。疑う。育ちはいいです。悪いです本当に。育ちはめちゃくちゃいいです。だからね、そういう悲しいような、なんか自分が悪いことを棚に上げてのお金がないって全然。だってここではそこは差がありますか、うん。僕は節約とか一切できないタイプなんです。そういうことでしょ、だから。でこの人はこう、うん、見てください、溜め込むタイプなんで、うん、ここの差は大きいですよね、はいはい。だからここと比べたらめちゃめちゃお金減るスピード早いです。そうです。そう。この人買って使ってるだけなんで。使わなかったら使ってないけどね、別に。そう、使ってないって言うんですよ、使ってるからないんですよ、同じ生活をしてるわけですから、使ってるんです、この人は勝手に、うん、同じ金額でやりくりしてるわけですから、1杯8000円のコーヒーとか買ってるぐらいだけどね、うん、
だなくなるわな、そらな。そらなくなるわな。それをなんかあたかも自分は何も悪くないみたいな面でなんか文句をつらつら言うところがね、やっぱね、早いなって思いますね。早いってっていうところが早いな。早いって何なんだ思うね。なるほどね、うん、でもそういうところに憧れてるんだ。憧れるか。もうちょっとね、ピーポイントも使うとね、うん、もうちょっと早くなりますね。ね、私は別に早いな、これですね。だからようやく、ね、最近ようやく追いついてきたなっていうところがね。あ、ようやくね、はい、私にね。いいです、うん、羨ましいですよ。ということでね、うん、まあ、お互いのいいところ、これで分かってもらえたのかな。分かるか。え、こんなんで、こんなんで分かるか。名前に越してから大きい早い、うん、形容詞ですかね、確かにね、うん、まあまあまあ、俺の方がまだパーソナルかな。全然パーソナルじゃない、ね、少年漫画を読んでる。1個目がダサすぎるわ、そんな漫画なんか。まあまあ、うん、こういう感じでね、だんだんこう YouTube チャンネル見てる方にはだんだんこうパーソナルなことが分かってもらえるようにね、うん、ちょっと他のメディアとかではあんまり我々しないじゃない、ラジオとかもひどいもんだから。確かに。あんまりパーソナル部分が出ない、まあ、逆にこういう話はここでしかしないからいいでしょ。そうですね、 YouTube でなるべくしていこうと思いますので、うん、今後ともよろしくお願いします、うん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。